俺はジャス。人間界で生活しているゾンビだ。全数の青の洞窟に引き続き、岩井文法の龍泉洞へ行ってみよう。龍泉洞とは、日本三大鍾乳洞の一つ。洞内にいるコウモリと共に、天然記念物に指定されている。乳洞の心得、貴重な鍾乳石を覆ったり、傷つけることは禁止。綺麗な水を保持するため、洞内の水路、指定庫へコインの投げ入れ禁止。洞内には、トイレはない、ベビーカー、ペットは入洞禁止。事務所で預かってもらいましょう。飲酒、飲食、喫煙、禁止。洞内の気温は年中10度前後。長袖の羽織があると良い。歩きやすい靴必須。以上を踏まえて、いざ入洞。本当だ、誰かが撮影しようとして落としちゃったんだね。外出たら、一気に暑いな。もう何は涼しくて、夏場は最高だね。面白かった。この後はおやつ食べに行こう。洞窟探検の後のおやつタイム。龍泉洞蜂蜜ソフト。ソフトクリームに地元で採れた蜂蜜を、たーっとかけた一品です。甘くて美味しいのでぜひ食べてみてください。ちなみに、我々が龍泉洞へ行った当日、同時間帯に、ツイッターのフォロワーさんも偶然、その場へいたようです。びっくりだね。今回は、これでおしまい。ご視聴ありがとうございました。